一面は昨日に続いて、森友学園文書改ざん問題で、お役人たちが不起訴にされた。38人全員不起訴するんですね。大阪地方検察特捜部地検の特捜部というところが調べたんですけれども、文書改ざんとかやったんだけど大したことないよって言うんですな。それで不当に値引きやったんだけど、わざと国に損害を与えようとしたとは言えないとかね、そういう内容で罪はありませんっていう話にしたんですね。でその結果どうなったかというと、ああいうふうに本当は変えちゃいけない文章を書き換えてもいいんだな、少なくとも文句言うやつはいるけれども警察にとっ捕まって何か裁判かけられてお前は有罪だとか言って懲役になるんだか罰金払うんだか知らないけど、そんなことにはならない。あんなことをやったら国民がみんな見てる中であんだけ嘘をついてずるいことをやってもそれを具体的には咎められませんよという前例を作ったということですね。まあ大したもんだと、見上げた問題を屋根屋のふんどしっつうんですか。これが今の検察の現状ということですよね。まあどう見ても権力におもねている、自分が出世したければですよ、力の強いところの機嫌がいいような対応をとって、警察は捕まえないし検察は仕方なく訴えを受けても起訴しない、起訴しないというのはこの人たちは悪いことをやったというふうに認定して裁判にかけるということですよね。それをしない、そして裁判になったとしても裁判官は無罪判決を出す。日本の司法というものがまあいかに権力によっていて、本当の意味での民主主義、正義の感覚を持っているんじゃないよということ、私はずっと指摘し続けましたけどね、こんだけですよ、国民の前で重要な問題について嘘をついてずるいことをやって総理大臣の機嫌を取るようなことをやっても罰せられない。一方では自分の喫茶店でハーモニカで吹いた曲が著作権予防違反だということで捕まって有罪になっちゃってるんでね。あと犬を探すために電柱に張り紙をした奥さんがですよ、これは本当にあった話ですよね。刑務所に警察に連れてこられて3日間も留置されてるっていうようなことが起きてるわけですよ。労働組合の運動に対しては弾圧をする、企業の株主総会には出て行って良心的な株主の質問に対して威嚇する、言い訳は株主総会の総会や対策だ、実際に総会はいない、それが警察の仕事、税金使って行ってるわけですよ、仕事中に。東京都内だけで3000人と言われてる、今はちょっと減ったかもしれないけど、ものすごい税金を使って大企業の株主総会が平穏に終わるように用心棒の役目を務めているのが今の警察ですよ。大企業が悪いことをやっても、談合という明らかに悪いことをやっても罰せられない。繰り返し言いますけども、談合をやったっちゅう会社がですよ、そこの会社が刑務所に入ったっちゅう話聞いたことないですよね。社長が知らないで談合やるわけないんだよね。社長に限らず誰も刑務所に入らない。本当は独占禁止法に関しても刑法にしても談合やった場合には2つの法律で書かれてるんですけど、懲役刑なんですよ。にもかか
かわらず警察は取っ捕まえないし、告発されても検察はそれを事件として扱わないし、私は沖電機の談合を告発しましたよ。その談合をやったということは民事裁判で最高裁に認めてる裁判です。そういう明らかに犯罪を行った者に対して検察が起訴しない、そして今回の事件告発した人たちは検察審査会に申し立てするって言ってますね。でこの検察審査会というのはどういうことかというと、これはお役人じゃないんですね。一般から選出された、無作為に選出された人たちがやっている検察審査会という会があって、そこで検察が起訴しなかったことは妥当か不当かということを審査するんだけども、これも残念ながら手にならないんだよね。本当に無作為で選んでいるのか、これは分からないし、それで本当に無作為で選んだとしてもですよ、残念ながら今の日本の国民の意識というのは長いものに巻かれて強いものの言いなりになった方がいいという人の方が多いからね。言いたくないけどボーっとして生きてるやつがいっぱいいて、自分にそんなことは一切しない、社会の正義は守らなきゃいけないなんていうことは腹の足しにはなりません。だから自分に関係ないことには関心ありません。そういう人たちがいっぱいいる人たちの中から無作為に選んだ人たちだから、どんな結果を出すやら、少なくとも私が訴えた談合に関するやつは取り上げなかったよね。理由は全然なってないんだけど、事件がなかったという検察の言い分をそのまま信用して、裁判所が談合があるというふうに認めて沖電機に罰金を払わせている事件であるにもかかわらず、検察審査会も検察が不当だというふうに言わない、それが残念ながら今の日本の社会の現状ですよ。もう一億総正義感欠落社会、そして正義を守る最も重要な三権の一つである司法というのがね、正義を守ってみせない、ずるいことをやった人を罰せない、嘘をついても罰しない、それもどうでもいいことじゃなくて国民がみんな関心を持っている、総理大臣がずるいことをやったんじゃないか、自分の仲良し恋良しの人にエコひいきをして儲けさせようとしたんじゃないか、そういうことに関してですよ。こういうことがまかり通ればですよ、結局どういうことになるかというと、社会全体の正義感がさらに欠落して、ほら見てみろよと、ずるいこと悪いことをしても警察も検察も何にも罰しないんだよね、少々悪いことをやってもいいんだよね、嘘はバレなきゃいいんだよね、バレても言い逃れをして嘘をつき続ければうまくいけばうまくいくんだよねっていう例をですよ、社会に示したんですよね。今度のこの本、38人全員不起訴、何にも悪いことがなかったんですか、社会に悪い影響はなかったんですか、これ正義が全うされるんですか、そういう感覚を大阪地検は少なくとも持っていない痛恨ですよね。まあ嘆かわしいことだと言わざるを得ません。Thank you.
ということで今日はこれくらいにしておきます。